ラップごと香ばしく焼けたら OK。 好みで構いません。皆様こんにちは、チャッキーです。はい、今回はね、夏に美味しいお魚と野菜、アジとおナスを使ってめちゃくちゃ簡単で爽やかな和え物を紹介したいと思います。ちょっとね、これ作って出されたら、うわ、めっちゃ料理できるんちゃうって思われるぐらい、ちょっと品よく仕上げた、もうほんと簡単に作れるのにプロの料理っぽいね、仕上がりなんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。ご来店お待ちしております。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちらアジですね。今回これぐらい、もう手のひらの長さぐらいかな、小ぶりのものがなんと2匹で100円で売ってたんで、こちらアジの方を使って作っていきます。大きいアジとかでしたらね、半身ぐらいでいけると思います。こちらのアジの方ね、3枚におろしてから、ちょっと下処理するのにお塩を少し使いますが、こちら分量外になりますんで、その後グリルでね、香ばしく焼き上げていきます。はい、お茄子1本と大葉適当に2、3枚用意しておいてください。はい、味付けはこちらポン酢 50cc、 そして大根おろしですね、まあ大さじ2杯ぐらいです。はい、そしてね、チューブで構いませんので、わさびを少し使います。材料は以上です。はい、まずはこちらアジの方、2匹とも3枚おろしにしていきます。はい、軽くね、鱗を包丁で尻尾から頭の方に擦るような感じで取ってください。アジっていうのは、この尻尾のところから 2、3 センチのところにめちゃくちゃ硬い鱗が突き刺さってますんで、ここはね、包丁でこうギコギコしながら取っていきますんで、ある程度取りましたら、ここね、この部分、ゼーゴって言うんですけど、この尻尾の方からちょっと包丁の刃を入れて、はい、こんな感じですき引きっていう作業なんですが、この鱗とアジの間に包丁を入れてね、ギコギコしながら、はい、こんな感じで取っちゃいます。ここなんかアジにはこいつがついてるんでね、よいしょ。はい、ちょっと包丁をね、ギコギコとしながら、このゼーゴの部分を取ってください。はい、これで OK。 そしたら頭をね、ズボッと落とします。あの、全然切り身とか三枚おろししてるやつ買っていただいて構いませんので、あとお腹を開いて、はい、中の内臓を取り出して、きれいに水洗いしてください。もう全然ね、魚屋さんなんかでおろしてもらったものを使ってください。できる方はね、たまには三枚おろしに挑戦してみてもいいと思います。はい、こちらアジ、しっかりと水洗いしましたらね、表面の水気拭き取ってください。もう一気におろしちゃいましょう。まあ普通にお魚屋さんで塩焼き用にするアジを買ってきたらね、 OK だと思います。はい、こういうちっちゃい魚はね、頭から尻尾に向かって一気にいっちゃいましょう。はい、これで OK。 もう骨はいりません。はい、そしたらね、このお腹のところの骨も取り外してあげます。よっこいしょ。はい、そしてね、このアジの真ん中に小骨がいっぱい刺さってるんで、まあ、気にならない方はそのままでもいいですが、ピンセットみたいなね、骨抜きを使ってこんなやつね、1本ずつ抜いてあげると食べやすいと思います。はい、こんな感じで抜けちゃいますんでね、しっかり全部抜いちゃってください。はい、こちら分かります？バットにちょっと薄く塩を広げてあります。ここへね、骨を抜いたこのアジちゃんをとりあえず並べておいてください。よいしょー。はい、そしたら上からも軽くお塩してください。あんまりね、塩しすぎると辛くなっちゃうんで、ほんと薄くで大丈夫です。この状態でね、30分ほど置いといてください。そうするとアジの余分な水分とともに、まあ、臭みなんかも抜けて、ちょっとね、グッとアジの身が引き締まって美味しくなりますんで、まずはこのまま30分置いときます。はい、次はお茄子ちゃんね、ちょっとヘタの部分を落としていただいて、電子レンジで加熱して柔らかくしていきますので、お茄子をサランラップでぐるぐる巻きにして包み込んじゃってください。ギュッとね。はい、もう普通にラップでぐるぐるに包み込む、これだけで OK。
この状態で電子レンジ600ワットでだいたい 2、3 分ですね。ナスの大きさにもよりますが、まあ3分もやれば十分でしょう。まずはね、1分半ぐらい普通に加熱していただいて、途中でこう上下をひっくり返して合計 2、3 分ってとこなんでね、柔らかくなるまで様子を見ながらレンチンしてください。はい、お次は大葉。大葉はもう適当にちょっと千切りにしといてください。くるくるっと丸めていただいて、端っこからポンポンポンと、はい、こんな感じ、もうこれで OK。 はい、これはもう仕上げにささっとね混ぜ合わせるだけなんで、細切りにして置いといてください。はい、こちら今電子レンジで加熱して柔らかくしたナスね、これめちゃくちゃ熱いんで気をつけてください。そしたらこのままだとねちょっと触れないんで、ラップごとお水にドボンとつけてください。冷めたら切り分けていきますんでね、軽くコロコロと水の中で転がして冷ましちゃってください。はい、そしてこちら分かります？30分塩をしてちょっとなじましといたアジ、表面に水分がね浮き出てきてると思いますので、この水分が臭い原因になったりするますので、はい、キッチンペーパーなんかでちょっと表面の水分だけ拭き取ってください。はい、こちら浮き出てきた水分を拭き取ってあげます。はい、これで OK。 あとはこの状態でね、魚焼きグリルを使ってこんがりと焼いていってください。はい、ということでね、ちょっと強火で一気に10分ぐらい焼いてカリッと香ばしくしたいと思います。はい、こちらレンチンして柔らかくしたおナスね、適当で構わないんですが、味が絡みやすいように、はい、まずは半分ぐらいにね食べやすい長さに切っていただいたら、はい、ちょこっと頭のところに切り込みを入れてください。こんな感じでね切り込み入れちゃいます。そしたらこのまま手でビュッと引っ張って裂く感じ、はい、こんな感じ、切り込みを入れて引き裂く。こうするとね味が絡みやすくなるんで、はい、こんな感じで、もう食べやすい大きさで構いませんのでね、適当にこう引き裂きながらいい感じの大きさにね切り分けてください。これで OK。 ナスは切り分けて置いといてください。はい、アジちゃんの方がね香ばしく焼けたら OK。 はい、こちらね香ばしく焼いたアジちゃんはまあ半分ぐらいでいいか、適当に食べやすい大きさに切り分けてください。まあ半分から3等分ってとこで OK ですね。めちゃくちゃ美味しいですよ、この熱いまんまいっちゃいますんでね。はい、ボウルの方を用意していただいて、まずは大根おろし入れてください。そしてそこに、はい、このチューブわさび、これはお好みで構いません、適当にいってください。ちょっとね溶けにくいので、まずはこの大根おろしとわさびをしっかり混ぜ合わしといて、ある程度わさびが馴染んだらポン酢を加えていきます。はい、ここへポン酢、はい、そうです、わさび入りのおろしポン酢を作ります。今回はこれでねおナスとアジを和えていくんで、この中に切り分けといたおナス、はい、そして香ばしく焼いたアジ、大葉も忘れないでくださいね。はい、あとはこのまま全体的にこの大根おろしとポン酢が絡むようにチャチャチャーっと混ぜ合わせてください。まあ、多少ね味が崩れても構いませんので、しっかり混ぜ合わせてください。この状態でちょっと味が馴染むようにね10分ぐらい冷蔵庫に入れて軽く冷やしてください。そしたらあとは盛り付けて完成です。はい、こちらガラスの器なんかに盛り付けると、まあ涼しさを感じていいと思います。アジとナスをバランスよく盛り付けて、大葉なんかをトッピングしといてください。これでねめちゃくちゃさっぱりして爽やかで美味しいアジとナスのポン酢和え完成です。それでは今日もポーチャドきます。